はい、皆さんこんにちは、榊敦史です、6月4日ですね、もう4時回りました。なんか今日東京は30人というニュースを見ましたけど、なんやのね、大丈夫ですかね、ほんまにこれね、もう一回またね、自粛とか言われたらショック大きいでしょう、ほんまに。いややん、そんな。僕明日ね、飲み会入ってるんですけど、行きたいんですけど、ほんまは。まあ、ええわ。ニュースを見ておりまして、時事.com ですね。4日の12時26分と言いますから、今からまあ4時間弱前に出たニュースでございまして、タイトルがこうですね、現金化なら状況深刻化、菅官房長官、韓国に警告、元訴訟ですね。今日一回この問題やりましたけども、まあまあ、韓国でですね、そういう手続きが一歩進みましたというお話でして、何度も言ってますけど、これですね、現金化されるとですね、再三、日本政府の高官はですね、えらいことやでということを去年から言うてます。麻生さんがね、盛んに言うてはったんですけど、今日の僕の動画ではですね、茂木さん、外務大臣ですね、もう言うてはりますね。で、今度は菅さんも同じようなこと言わはったっていうことでですね、いや、これね、要はね、日本政府はね、やる気なんですよ。もし現金化されたら、これはやんでっていう。ニュースをちょっと読みますとこんな感じですね、菅義偉官房長官、僕呼べるようになりましたよ、菅義偉官房長官は4日の記者会見で、元徴用工訴訟で、賠償を命じられた新日鉄住金かっこ現日本製鉄、これですね18年ですかね、判決が出たの。その時は新日鉄住金やったんですね。今は日本製鉄ですね。側に対し、韓国裁判所が国内資産の差し押さえ、命令決定を通じする手続きを行ったことについて、差し押さえ資産の現金化は深刻な状況を招くため、避けなければならないと警告したと。短いニュースですからね、読んでしまいましょうか。菅氏は賠償を命じた韓国最高裁判決や関連する司法手続きを明確な国際法違反と重ねて批判。日本企業の正当な経済活動の保護の観点からも、あらゆる選択肢を視野に入れて、引き続き毅然と対応していきたいと語った。あらゆる選択肢って何ですかって言われるんですかね。もうね、これね、何回かね、YouTube でも言いましたけどね、結構ね、すごいことができるんですよ、日本は。だからね、それね、やってしまったらね、もうこれね、飽きません、飽きるって。いやまあ、コロナも大変ですけどね、ここでまたね、日本と韓国の間でね、こんなごちゃごちゃごちゃってなって、もうその、なんと言いましょうね、これ以上悪くはならないんですよ、なんていうか、観光客、インバウンドも全然韓国から怒られてないでしょ、それから禁止してるんですけどね、入国自体を実質的に禁止してるんですけど、来てないし、それが減るっていうこともないし、もう日産は撤退しましたし、まあ、ユニクロが今、客戻ってるらしいから、それがまた減るんかみたいな、まあ、それくらいのことしかないんですけども、ただ、ものすごく雰囲気は険悪になりますから、どう言いましょうね、韓国にたくさん日本の方も住んでるんですけども、まあ、どう言いましょうね、平穏な暮らしが続けられるかどうかっていうのは、かなり難しくなるような事態まで考えなあかんのちゃうのということなんですよ。というのは、日本のカードはいっぱいあるんですけど、韓国自体の貿易ですね、を止めてしまえるようなカードがあるんですよね、日本には。で、それちょろっとこうやっただけでそうなるんですよ。で、それ使うかもしれんでみたいなことを去年麻生さんは言うてはるんですね。言うてはるんですよ。
だからそんなんね、輸出管理の強化どころちゃうで、あの輸出管理の強化なんか、うんな小指動かしてぐらいよ、そんなはっきり言って、今度はこれでこういうことになるわけですよ。それができるということで、もうやらん方がいいに越したことないわけですよ。まあ、せやけど、あの、条約をね、破られてね、黙ってるというのも、それも、あの、よろしくないわけですね。日本ってそんな国なんで、他の国にも思われるわけですよ。日本との条約って守らへんかっても何も言われへん、されへんやん、みたいなことになると、それまた困った状態ですよね。だから、あの、安倍さんもですね、ムン・ジェインさんと会われた時、国際会議で何回かお会いになってますけども、必ず約束は守ってくださいというふうにおっしゃってますね。それに対してムン・ジェインさんから明快な返事が来たという報道を私が見たことはありません。なんかうにゃうにゃとごまかしたという報道ばっかしでして、いくつかのね、約束が果たされていないし、条約というものすごい大事な約束をこう破ってらっしゃると、まあ、現状もこれを破ってると言っていいと思うんですけど、まあ、日本は最後の最後まで待つでという姿勢なんで、今はできたというだけの話でございまして、これがですね、あの現金化ということが実行されてしまうと、もう日本政府としてももう最後の最後まで待ったのにということで、もうそうやらざるを得ないといろんなことをね、対応をやらざるを得ないというところになってしまうと。で、まあ菅さんが今日言わはったのはそういうことですね。で、これね、出口ありません、はっきり言って。そういう判決が出てしまったということが、なんていうのかな、もう間違いのもとっちゃ間違いのもとなんですよ。まあでも出てしまったらしゃあないですよね。で、ムン・ジェインさんの言い分は、我が国は三権分立やからって、要は判決は守らなあかんっていう。まあその段でいけば、現金買ったらもう必ず起こるわけですね。で、日本の立場は日本の立場で、条約守ってもらわないと困るやんっていう立場ですね。だから条約を破られるんだったら私どもお考えありますよというふうに、日本もこうなっていかざるを得ないわけであって、でも黙ってるわけにいかんわけですよね、条約破られて。そうするとお互い出口がないわけなんで、双方出口がないんですよ。で、今までね、18年に出て、今まで2年ちょっとの間、なんで、そこで大きなことが起こらなかったかって、お互いやりたくないぞってこと。その、やりたくないっていうか、まあ、その、前衛化させたくないんですね、問題は。腹の底では。お互いの政治家は。そんなね、やりたいように決まってるやんの。やらへん方がいいに決まってるんですよ。だから引き延ばしってやってきたんですけど、もうさすがにね、三権分立と言うんやったら判決を尊重せなあかんわけでしょ。三権分立で言うんやったらそう、尊重せなあかんわけでしょ。背中かいねん、ちょっと言うやったらどうでしょう。そしたら、やってしもたらどうなんの、知らんでという話ですね。まあ結局そういうことはでも袋小路に入ってるんですよ。もう出口ないんですよ。で、日本はね、手の施しようがないよ、これ。はっきり言って、日本側からは。条約守ってくれって言うしかないんですよ。だって韓国に行って判決変えてくださいって言うたところで、それは三権分立やってるから、そんな知らんやんね。外交ではじゃあもうどうしようもないわけなんですよ。で、韓国側にね、なんかね、こう解決策あるかっていうと、ほぼないんですよ。なんかいろいろ言ってましたね。なんか基金を募ってそれでお支払いするとかなんとかって。それ根本的には解決にならないんですよ。判決そのものは破棄しなあかんのけど、これは法的にできないんですよ、韓国もね。日本だってそうでしょ。最高裁の判決が出てしまったら、もうそれで、それ判例ですからね、覆せないでしょ。で、まあ法的に、日本的にやろうと思ったら、もう一回最高裁の判決って違う判決を出すっていう。それぐらいしかできない。で、そんなことね、あの愉快なお隣さんの国でやったら大変なことになりますよ。もうそんな、ただですまへん、すまへん。もう街中人で溢れかえりますよ。100万人ぐらいのデモになるかもわからんという。そんなことやっていいこと何もないですからね、お互いに。だからやってしもたらね、判決を出してしもたのがそもそもの間違いであって、判決出んようにしたらええのに、ムン・ジェインさんがそんな判決書きそうな人を最高裁の裁判長にしたんですよ。もうそれが間違いですね。だからムン・ジェインさんという方は、自分で自分の首を絞めるということに関しては名人級ですね。
もうそれやったら、それやったら自分困んやろうということをやって、自分で自分の首絞めはるんだよ。それでもなんとか今まで生き残ってるから、まあ、それはそれで、なんというかしぶといやっちゃなという感じですね。ジーソミアはそんなお前が言い出したって俺ら知らんでーということを言い出して、ね、結局自分の首絞めたんですけど、もうちゃんとそれをね、クリアしてね、今まで生きてはるから、それはすごいですね。今回もどうしはるんでしょうね。うん、まあ、一つの山は8月4日ですけど、多分そこからまた引き伸ばすと思うんですよ。引き伸ばして引き伸ばして、いつまでも結論出さないというふうに持っていくんちゃうんがないというふうに私は見ております。まあ、とりあえず日本側としては全く譲歩してないという現況でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。